小野学部は、長野県下高井郡山内町、湯田中温泉出身のスキージャンプ選手、スキージャンプ指導者、湯田中温泉よろずや、旅館の次男として誕生。実家は、現在も、同地で旅館を経営している。1969年3月、長野県長野高等学校を卒業し1970年4月に、慶応義塾大学小学部入学。 1973年1月に第46回、全日本学生2部準ジャンプ優勝。1974年1月に第47回、全日本学生2部準ジャンプ優勝。1975年3月に大学を卒業し、1975年4月に日本学期に入社。1976年2月には全日本、選手権70メートル級を制した。 1977年11月に地元の北の建設へ移籍し、1980年1月に第21回雪印ハイジャンプ大会準優勝。2月に第35回国体青年2部優勝。1980年現役を引退、コーチに就任した。その後1984年から全日本スキー連盟、ノルディックスキーナショナルチームジャンプコーチを兼任。 1992年から2000年までナショナルチームヘッドコーチを務めるレハンメルオリンピック、長野オリンピックなどにおける日本の黄金期を築いた。1986年2月第41回国体青年3部優勝。翌年2月の第42回国体青年 C 優勝。1988年2月カルガリーオリンピックのコーチとして就任した。 1989年2月第44回国体青年、C 優勝。1991年第46回国体青年、C 優勝。翌年のアルベールビルオリンピックも4年前と同様、コーチとして就任。その年、3月には第47回国体青年 C 優勝を果たしている。7月には実績が認められ全日本ナショナルチームヘッドコーチに、 就任した。1994年2月のリルハンメルオリンピックでもヘッドコーチに就任し、日本チームを団体競技で銀メダルへと導いた。その時のメンバーは、西方、岡部、河西、原田であった。4年後の長野オリンピックでは、LH で船木が金メダル、原田が銅メダル、NH で船木が銀メダル団体競技においては見事に、 金メダルに導いた。その時のメンバーは、岡部、斉藤、船木、原田であった。北の建設では1996年から監督を務めており、所属する小木原健二や上村愛子の育成にも関与した。アルベールビルオリンピック直前の1991の92シーズンのスキージャンプ週間で、V 字ジャンプが世界の主流になっていることを確認、英語に堪能であり、 語学力を生かして、これを学び、日本選手らに指導を行った。また、ジャンプの科学的分析にも力を入れ踏み切りの画像解析システムなどを開発して、選手強化に生かした。また、コーチの傍ら自ら模範を示すべく競技を続け、国体の青年三部及び青年 C でード優勝した。国際スキー連盟の技術委員なども歴任した。 2010年バンクーバーオリンピックでテレビ中継の解説を担当した、同年7月3日、呼吸器不全のために逝去。ありがとうございます。